柳見湿地は300種類以上の植物が自生する貴重な湿地で、10年前にラムサール条約に登録されました。今の時期は秋の使者といわれる白玉干し草が星を散りばめたように群生し、その中に咲く赤紫色の三河塩釜などが彩りを添えています。一般公開初日の今日は多くの人が訪れ、貴重な植物に見入っていました。可愛いですね。やっぱりこうバーッと群生してるとね、すごい見応えありますよね。今日は小学生が植物のガイドを行う催しもあり、訪れた人たちは熱心に耳を傾けていました。一般公開は今月9日までです。